キングジョーキッチン、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 はい、皆さんこんばんは。キングジョーブラックでございますけども、調子はどうですか？はい、本日ここオアハカシティの最終日でございます。ということで夜ご飯美味しいやつ食べに行こうということで歩き始めました。さあどんな料理が待っているでしょうか。今日もご一緒にグルメツアー行ってみませんかということで、ここオアハカからお送りしております。夜の遊園地も行ってみましょう。皆さん明けましておめでとうございます。キングジョーブラックです。もう何度も通ったこの通り、今日でオアハカ最終日となります。今日はオアハカで一番おいしいと言われるタコスを食べに行きたいと思います。で、ここピッツァ屋、ピッツァ屋行ったことないけど、まあ、メキシコ来てピザ食わないでしょ。あのご飯とか食べたい屋台があるのか。イグレシア、イグレシア、あの夜景が綺麗な、そう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 、イグレシア、うん、そこすぐそこ、サントトミン、イグレシアすぐそこで、ここの通りはめちゃくちゃよく通ったね。何往復したかな。今日はあのオアハカの総括だから、はい、そうそうそう、ここの通りのご飯屋は確かエルネグロエルネグロ覚えてますか。エルネグロ、エルネグロでご飯食べました。ここの通り沿いに、だから僕らの泊まってる、部屋から今の遊園地を通ってエルネグロ通って、はい、エグレシアの教会通って、でセントル方面に行くわけです、はい、そういうことです。道を覚えました。あ、ここもね結構あの学生さんとかのね、姿が多いなと思うんだけど、多分学校とかもあるんだろうね、アートスクールとかね。でここがイグレシア、イグレシア、ここもなんかね喫茶店的なでっかいよね、ドアが。覚えてるかな、このポスター。で、グレシアのちょっと階段があって、その階段のところにちょっと広場があるんだけど、そこでこういう屋台とかね、今死者の日が近いんで11月1日かな、今現在10月の14日、まあ、あと半月くらいでここがもうこの街全体がもうね、もうメキシコ全体って言っていいのかな、死者の日になるので、みんな大いに盛り上がるはずなんですけど、その準備というかもうすでに飾り付けがされています。それでこっからソカロ中央広場、ここなんかほら出店が多くてさ、ここも何回も来たね。今日なんか演奏してるね、なんかいろいろ靴磨きの人とかね、ここも何度となく訪れた中央広場ソカロだ。庶民の憩いの場。
見てください、素晴らしい500年以上前の建築です。行ってみましょう。教会のドアが開いている。ちょっと覗いてみますか。今日も月が綺麗だな、見て、ほら、ほんとみんなのこのお墓の人たちの憩いの場みたいな感じなんだよね。なんか待ち合わせとかさ、あと商売もそうだけど、なんだろう、まあ郵便局とか全部そういう銀行とか全部この辺にあります。あ、なんかいい匂いする。なんだろう、香ばしい匂いがするな。お墓も見納めか、ちょっと寂しい気もするな。なんかね、愛着湧いたよね。泣けてくる。やべえ。なんかね。フィナーレって感じ。フィナーレって感じ。まあ今でも発見ありますよ、こうやって歩いてたらね。そりゃもう、発見の毎日、発見の瞬間の連続ですよ。ね、ぜひぜひみんな来てみた方がいいよ、ここは。まあ、カップルとかね、仲いい友達と一緒に来るのいいんじゃないかな。いや最高ですね。子供はね、まあそんなにどうだろう、まあこの郊外のさ、アトラクション俺らはよくわかんないから、あれだけども、子供とか連れてきゃずっと泣いてそう。そうね。でもなんかカップル、すごく大事な素敵な人とここに来て、まあ3日4日過ごすの超おすすめです。ちょっと怖がる彼女。そうね。そうそうそう。あとやっぱちょっとスペイン語、やっぱりね、少し覚えてた方がいいかもしれない。はい、ほんと使えないとマジ苦労するわ。ぜひそんな予習をしながら来てみたらいいんじゃないかなと思いますよ。ほらみんな笑顔で、これは行った方がいい国っていうか町ナンバーワン、ヌメロウノだね。これはナンバーワン、ヌメロウノだって。今おすすめの町ヌメロウノですよ。僕らの今夜の行き先はこの大墓で、いやメキシコで一番うまいとされるタコス屋だ。大墓タコス出るじゃん。おーやってる。240m 行こう、やばいね。行こう行こう。やってる、やってると思う。行ってみますか。240m スタート。4分。よっしゃ行こう。こっち行って左だ。これは期待できます。おっしゃ。誰から聞いたんですか。これあのシーザー。おお。あのデカのメキシコスティス。そうそうそう。アーティスト。うん、ここに来た。彼のアートやばい。初日に出会った。めっちゃやばい。版画使い。あの版画のアーティスト。彼に教えてもらった場所だ。デイワンに俺ら教えてもらった、その紹介してもらった彼に。ラストサッパーのタコスを教えてもらう。これもまたなんか意味深くていいんじゃないかな。どうしましょう。遠くないし。レチオン。行ってみましょう。左ですね。やっぱりタコスで締めましょうか。
楽しみだ。行ってみよう、よう、よう。確かこの辺のはずなんだが、ちょっと暗くなるけどね。そうなもんですね。あそこに寝てる人もいるしな。あれもすぐそこなんだ。え？そうでしょ。ここじゃない。角。オッケー。ないじゃん。はい。ない。あ、これがあった。あ、じゃあエレクションでやってない。やってない。閉まってるわ。マジで？昼間しかやってないんだわ。ここ？うん。嘘。これそうでしょだって。やってなかった。ごめんごめんごめん、今ね撮ってなかったんだけど、今のレンチョン、レチョン、タコデレチョン、これはね屋台でやるらしくて、今そこに同じタイミングで日本人でもアメリカに住んでる日本人だから英語しか喋れないんだけど、彼もここを嗅ぎつけて今ね看板とかこういろいろチェックしたりとかしてて、でもこれ看板ないんだ、これなぜかというと屋台だからなんだよね多分。で、なんか神出鬼没というか出たり出なかったりみたいな、で、今日は出てなかったんだ、やってなかったんだ。でもここのベストタコスだと評判がやっぱり高いんだ。行きたいですよね。うん、行ってみたいね。そう言われたら行きたいね。今日夜中行ってみるっていう話なんだけど、そのヒロってさっきのその日本人のアメリカ人曰く10時ぐらいからオープンするんじゃねえかみたいな読みがあって、まあ、俺らそれ知る由もないんだけどもね。まあということで、縁があれば食えるよ、縁がなければ食えないということです。腹減ったよ、ヒーデイヒーデイ。まあ気を取り直して違う店へ入ってみたいと思う。はい、着きました。カフェトラディション、カフェトラディションですね。なんか素晴らしい、いい感じのとこでしょ。フラッと立ち寄ったレストランテでございます。まずは水から、ぬるい。恒例のサルサチェック。これなんか一種類のサルサが来たよ。うん。うん、ブーン。いいサルサですこれ。めっちゃうめ。やばい、さすがトラディション。これはうめえな。何入ってんだこれ。Spicy. It's very spicy. With picosa. More or less. What's the salsa's name? ¿Cómo se llama? Es una salsa, salsa with este, chile árbol. Chile árbol. Garlic onion. Garlic onion. Sí. The green and the mix. Mm. Salsa, salsa. Ingredients. Mm. おいしいですか？おいしい、香ばしくておいしい、うん、辛い。でも、めっちゃスパイシーお、それは何？エルトゥーレというオリジナルのメスカルカクテルです。メスカルカクテルだ、いいね、周りにあれが
あれじゃない、はい、バッタです。マルガリータのバッタバッタ子が、バッタ子が僕らが大好き、大好きなバッタジオ。じゃあちょっと、はい、どうぞ。あ、これ今まで飲んだカクテルとレベルが違う。マジ、うん、ちょっとやってみてください。やっぱメキシコカクテルね、美味しいよね。本当にいただきます。いくらでも入るこれ。うんうん、めっちゃうまい。めちゃくちゃうまいっすね。これはやばいね。ちょっとなんかグリーンテイスト、確かに、はい、うん、そうです。キュウリ入ってる。はい、入ってます。すごい。あとミントみたいなのが浮かべてる。ヒデは酒飲みだ。それを下品に、こいつは、うん、食わないでも酒さえあれば生きていけるタイプだ。塩のつき方がいいね。うん、一緒に何度も食事をしたが、置くんだろうな、もうあらかじめ酒しか飲んでない。ちょっと前についたような、多分アルコールで肝臓がやられてすぐ死んでしまうかもしれないから、今のうちにいっぱい遊んでやろうと思う。って入れて、トッピングする。ティピカル、これがティピカル。これ何でしたっけ。メメラス。メメラス、うわー、メメラスだ。来た、来た。じゃあいただきます。ティピカルメメラスでございます。ほほほほ、おほほほ、おほほほ、なんか美味しそうね、それも。それ何、何だって。これタコの、タコだ、タコのメメラス。うわ、ちょっと食べたいな、それも。シェアしましょう。じゃあいただきます。写真撮らせて。若盛りもついてるじゃないですか。はい、じゃあメメラスいただきたいと思います。なるほど、メメラスはこういう感じ。おいしい、おいしい。やばい、やばすぎる。ティピカルメメラスは豆とチーズだね、うん、オンリー。そうなんです。それに若盛りをつけるみたいな。うん、おいしい。めっちゃうまい。うまい、パンチが足りないな。うん、ちょっと食べたいな。食べたい。タコなのこれ。マジか、すげえなこれ、うん、タップリフトとろ、タコとキノコだ。あ、これがタコキノコメメラスだ。これもメメラスなんでしょ。違うみたいですね。でも LA で食ったのとちょっと違う。タコの味がね、まあ、効いてるね。サルサがいいっすね。うん、でもなんか、うん、なんだ、まあ、感動がないな。どうですか。
すげえうめえって感じじゃないの、まあまあなるほどね。この黒豆のペーストにチーズ乗っけてサルサ乗っけて、まあそしたらそうなるよねって感じじゃない。これがメベロスですね。そうなんだ。生意気ですんません、ごちそうさまでした。めっちゃちびっこがギューやってます。ラブリー You're working hard You're working hard Plus hard too恐ろしい、恐ろしいやね。多分彼は将来超プレスの上手な、いやもう幸せになってほしい、ね、アメリカに幸せな人になると思います。なってほしい。やつなら彼ならできる、彼ならできる、うん、ここに警察も見守っている。頑張れよ頑張れよ、涙もなって頑張れよ。涙腺緩んだ今ちょっと、年取るってね涙もろくなるんですよ。なるな、嫌ですよね、なんか嫌なんですよ。嫌だよ染みたる、うん、いやそうなんだよ、それがあれだよ、振り切っていきたいですよね。年輪を重ねるとはそういうことなんだよ。いいことなんだよ、泣けない人より泣ける人の方がいいんじゃない、ね、ああいうことかね。もうこれがライフなんだ。家でテレビ見てたりすることなんて考えもしないんだ。これが普通なんだから。で働いてるんだから。うん、何よ、めぐみか、めぐんであげてえけど。ここもやはり貧困と富のコントラストが激しい場所であった。世界よ、世界ちょっと分けてもいいんじゃないか、これ分配してもいいんじゃないか、金持ってる人は。これアメリカ人に言ってやるんですか、うん、え、搾取したものをもう一度分配する時なんじゃないか。違うか、ノー、もっと良くなれるはずだ。オアハカ最後の夜です。皆さんは日本でどうお過ごしでしょうか。ちょっと名残惜しいな、いいとこだったな。てことでオアハカのストリートをずっと舐めます。だらだらとストリートウォッチングする、自分でも後で見返せるようにオアハカの街を名残惜しむように。うん、まあ、匂いまでは伝わんないから、匂い今匂いする、これいい匂いする、これだけ言っとこうかな。バーバーバー、うん、めんこいな、エロって食べてる、おいしいおいしいおいしいんか、俺エロって食ってみてえな、おいしいんかなあれ。おお、コオロギ入りだ、コオロギ入りのエロテだ、せー、コオロギ入りだ、キャサディエス、エス、グレイ、うん、宇宙人じゃないか今の。あー来た来た来た、もう分かってるよ顔ちょっと撮っててほしい、みんな手巻きして、あ、こっち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 、今ヒデが
葉っぱ買いに行きます。あそこで葉っぱ売ってくれてますから。ここでは葉っぱぐらいでは犯罪とはならない。140ペソ、約700円。どけてほしいわ。そっちから行こう。はい、名残惜しいからストリートウォッチングな。もうちょっと、うん、もうちょっと夜風に当たりたいわ。はい、大墓の夜風に一生忘れないっすよ。本当だよ、泣けてくるわ。匂いと、そう、また来たいわ。うん、うん、行きましょう。来よう。うん、うん、うわ、この匂い、この匂いです。この匂いだよ。うわ、チャーハンじゃない、これだよ。これ。トウモロコシ好きやね。いいなみんなもおいで。メキシコの匂いってありますよ。あるかな、できないか、空気の匂い、なんか、なんかね、火薬の匂いがする。なるほど。けどやっぱりメキシコ自体なんか独特の匂いがあるからね。うん、火薬だっていうのはちょっとわかります。なんか、うん、気づかなかったけど言われてみればちょっとなんか奥に火薬っぽい匂いがするのかな。なんか違いますよね。うん、なんだろう、言われないと気づかないかも。そう、いい、なんかいい気づきだったんじゃない。そうかもって思えるよ、うん、メキシコ州。なるほど。でちょっと火薬っていうのが意味深い。メキシコの匂いが、ね、火薬だ。レボリューショナリーな、うん、よく言えてる表現だとは思うが、どうだろう。さて、どうでしょう。左だよね。そろそろ左、タコスの屋台もありますけど。今日はオアハカ最後の夜、とことん夜風に当たって歩き倒す。Traidas. Buenas noches. Traidas. Traidas. Sí. Aquí. Así. Can I go in? Buenas noches. Traidas. ¿Dónde? 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 Buenas noches. 僕らはどうしてもまだうまいタコスが食いたくなって、タクシーのうんちゃんが教えてくれたこのトライユーダスの専門店へやってきた。まあ日本で言うところの締めタコスと言えるだろうか。さて味はいかに。トライユーダスの戦士にやってまいりました。夜中ですけど、フィルムしていいって言うんで。ああ、トライユーダス。やっぱ暑いですよね、それ。ビーンズね、ビーンズ。今回はポーク。ポルケ？あ、ポーク、ポーク。でさ、これはあれですよ、サルサ、めっちゃいつものサルサです。
っぱいつものがいいよ。ラーメン感覚なんだよね、多分こっちの人にとってはね。タクシーのうんちゃんが行くようなラーメン感覚で。Can I grab a Fanta? Is that horchata? Last night. やっぱりトラユーダスで締めようぜ。オアハカの名物トラユーダスで締めようぜ。ブーブー。どっちが好き？エンチラダ？Por qué? オルチャタいただいております。美味しいです。オルチャタ超美味しいです。あ、そうやってチーズも入ったやつを焼くわけだ。あちち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 、すごい炎が舞い上がってる。花火みたい。夜中の花火わかりますか？これめちゃめちゃいいですよ。めっちゃ火入れてた。でこのトラユーダスの特徴はやっぱ火を入れるんですよ。炭でがっちり火入れるの見て。これこれがね、火の食べ物となるんだよね。火が入った熱の入った食べ物となるんですよ。これがオアハカラストナイトのおいトラユーダスです。これがここの郷土です。郷土料理です。せーめっちゃやばいだよ、これ火が入ってるよ。これ火が入るとはこのことだ。Amazing! This is a traditional. これがトラディショナルだ。この絵がトラディショナルだ。伝統だ。世界遺産だ。せー。おお。トラユーダス夜中までやってるんだ。母さん、母さん何時まで？ Until what time finish? Boom. Close door. Boom. 終わり終わり終わり、お店の終わり終わりは何時ですか？何時ですか？終わりは店閉まるのは、ガジャン閉まってじゃあ終わる。 It's sleeping. 寝る sleep. When? Finish. Tomorrow? Mañana? Mañana? Mañana 5? Oh.5時まで。すごい。おお、できた。トラユーダ。せー。グラシアス。で、せー。ドスプレート。ドスプラート。あ、一応。あ、ワンモーカー。もう一個カット。せー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 、あのワンモーワンモー、はい、せー。でっかいハサミだな。しかしこれハサミでかいわ。お化けハサミ使って出てきた。お化けハサミめっちゃ美味しそう。こうやってやったらあー、I come from Japonイエー、ハポネグラシアス。イエー、シー、チョキチョキチョキ、カット、チョキ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 、イエー、シー、シー、ビューティフォー、真夜中のグルメ。シー、これが最高でしょ。ゼロがビューティフォー、美しい、ボニート、ラモーシカ。Check this out. はい、ということでございまして、料理が出来上がりました。
はい、早速いただいてみましょう。あ、YouTube めっちゃ美味しそうじゃない。いいですか、いきますよ。これザーかけますからね、これもうめっちゃ美味しい。ノンブレン、ノンブレン、サルサでパシレパシヤ、レパシヤ、チ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 レ、はあ、チレパシヤ、カリエンテ、ハ、ワカモレ、オートギャラバ、全部かけますよ。いいですか。YouTube。あとこれは最後ピクピクピク。ピコ。チラハバネロ。ハバネロ。ハバネロ。ムイピコスト。そう。めっちゃ辛いみたいです。え、そう。オケー。ハバネロって言ってますよ。本当に？せい。ピコスト。ユーボニート。いただきますっていうことで、これがキングジョーキッチンの真髄でございます。いただきます。いただきます、いただきます、いただきます、うまい。なんだこれは、驚きだ。全部がパーフェクトだ。これクランチ、フラッフィー、チーズ、ピコ、ありがとうございます。めっちゃ美味しいです。どうもありがとうございます。グラシア、今日もご視聴ありがとうございます。夜中にこんな夜更けに来ちゃいましたけど、こんな夜更けだからこそ美味しく感じる料理もあるんです。タクシーのうちゃん、酔っ払い、おめえ。また会いましょう。でんだ、うまいわ、うまい、どれ。アスタマニアナー。正直言っていい、今まで食べたタコスの中で一番うまいかもしれない。トレイですが、この肉が何、これがあの、なんだっけ、タヘラ、タラ、タラヘだっけ、なんだっけ、んこの肉、この肉、このポーク、んポーク、いやいや、あの名前、名前、このちょっとジャーキーみたいなやつ、うん、名前あるよ、薄いやつね、薄いやつ、うん、うん、なんだっけ、叩いたやつ、タハヘ、ペッタペタにしたやつね、そう、うん、これか、コスネンチラーゴ、うん、薄いね、なんかこれ薄いで、パンパン、ヘリこの、あー叩く、お肉を、あ、お肉をピターって叩いて、あ、だからビーン、ビーン、これすごい美味しい、美味しい、全部全部美味しい、サルサ、美味しい、もう、あ、グラシアス、ありがとうございます。あー、美味しい。全然肉の形式聞いてみたけど分かんなかったっすね、うん、セセランチェラス、うん、セセランチェラス、初めて聞いた、セセランチェラス、うん、炭で焼くと美味しくなるんですね、きっと。いや、このピクルスも辛いって言うけど、うん、そこまでじゃない。あ、そうです、全然この確かにこのサルサ、うん、どれも大したことない、どれも、うん、マイルド、うん、マイルド、うんうんうん、でも辛くなくはない、絶対、うんうん、スパイシー、めっちゃ、でもそれがこれ全部合わさるとすげえ美味しい、うんうんうん、宇宙、宇宙、これ、これはでもうまいと思います。うん、あと、はい、でっかいピザ状で来るじゃん、はい、結構でっかいじゃん、ピースが、そうですね、あれを今日カットさせたわけ、はい、俺のノリで、後で、はい、これ切って、はい、ちょうどいいハサミ持ってるから、はい、あ、グラシアス、グラシアス、ハサミもっとでっかいの、鬼、鬼、鬼バサミみたいな、はいはい、それあるんだから、サイバサミみたいな、そうそう、はい、俺らがでっかいピースを、はい、結構硬いから、はい、焼かんと、はい、バリってやって食べづらいの、めっちゃ手汚れる、あ、この前食べたらそうだった、食いづらいってみんな言いますね。で、お墓の人たちもそうやってやってんの、はい、
なんかちぎって食ってるでしょ。そう。ちぎって。で、まあ箸か、箸かなんかフォークで食ってたでしょ。うん。それ本来のあれじゃない。でもこうやって、最初に切ってもらった。ブチブチブチって切ってポンって出して、やれば、うん、めっちゃ崩れない。ピザみたい。ピザみたい。うん、そうそうそう。多分絶対いいよ、ね。教えてあげてください。最初に切ってもらった方がね。本当半分にぶつ切りして出そうとするから。はい。これなんか伝統ではこうだって言うかもしれないけど、やっぱり外の力のものが入ってきて、そのさらに良くなる。まあ半分に切っただけで。そういう、うん、いやでもちょっとのさ、そのことがひょっとしてめっちゃ美味しさに繋がってんの。例えば一個もらって、うん、今みたいにかじって、うん、バリになって、うん、持って帰る、汚い、うん、だけど今俺これ食べ終わって、うん、この一個持って帰る、食べれる、うん、食べれる。だし食いやすいっすよ、ね、食べやすい、うん、肉もその肉を細かく切るのも自分のアイデア。そうそう、あ肉切ってちょっちょっちょっ、そのままベロンって出そうとしたの。いつもはねそうなんだまあいつもそうだよね、うん、ベロンって出そうとするそっか、ここの店が特別こうじゃなくて庄司君が行ったんだ。そう、うん、ちょっと作り変えてみた。なるほどね、全然いいと思う、それでいいと思う。あと炭、うん、炭すごい重要でしょうね。重要、香りがついて、香りもそうだけど、ね、熱、そうだ、火を入れるっていう行為だ、うん、火を入れてた。こうただ電気のさ、うん、コンロで焼くとか煮るとか、うん、あれ火じゃないんだよ、電気なの、うん、でもあれは確実に火が入ってて、はいはい、火のパワーって絶対あるんだよ。そうですね、それが確実に入ってる、それがうまさなんだよ。チャコール、チャボイル、うん、チャボイルでスモークもすごかったもんね、うん、煙がまた花火やばかったもんね、パチパチパチって強烈な火が必要ですね。で最後の方になると、うん、パリパリが、うん、このふにゃふにゃになってんの。パリパリとふにゃふにゃの混在してるの、うん、それがうまいんだ。やばい、トラユーザーズ真髄来ましたね。来たね、トラユーザーズ。タイミングじゃない、俺らの開けるタイミングと、うん、今のタイミングが開かしてくれたのかもしれない。ここの方がやっぱ全然うまい。俺の多分 体調とかそういういろんなもので。あ、そういうこと、うん、あそっちで、まあね、うん、確かに味ってさ、うん、常に絶対にここがうまいとかじゃないもん、うん、であとバイブス俺のなんかそこで騒いだ時のバイブスも入ったかもしれない。なんかね、めちゃめちゃうまいです最後の夜お墓堪能しました。ありがとうございます。それは味関係ないから、ね、マジ泣きそう、マジ泣きそう、感動してるよ俺本当にそしたら俺ちゃったらもううめえわ、ほらマジでこれ本当うめえ。もうソウルドリンク、ソウルフーゴス。でもなんか日本語で喋ってもなんか日本語がちょっと通じるような感じ。日本語で通じた方が一旦喋った方がいいかもしれない。いやいや英語もどっちみち通じないんだしさ、うん、まあでもなんかめっちゃ喜んでてよかった。なんかわかんないけど面白いわと思って。ありがとうございます、うん、フリーダ、あのね、フリーダ、カーロ、カールだっけ、んフリーダ・カーローだっけ、あの絵描く人、札の人、500人ってなんか札になってんのなってた気するけど、ちょっと待って、なんかね、うん、違うんだよね、どれだっけ。あー、うまかった。5時で終わるんだって、うん、なんとなくそんなことでさ、キングジョーキッチン。はい、本日もキングジョーキッチン、ご視聴誠にありがとうございました。次回はですね、いよいよメキシコのユカタン半島、カリブ海に面したリゾート地カンクンへ向かいます。美味しいタコスにも出会いました。ぜひこの動画でまたお会いしましょう。キンジョーケチンでした。他人のせいにしてても一生がバレないさ、焦って追いつこうとする前にこの鍵がお前の閉ざされた扉を開けやめ、時間は有限さ、どうぞ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 どう